はい、それではですね、ちょっとだけ編集してました。今は誰もおらんくなったんで、僕が泊まってた小屋というか、なんていうんですか、屋根裏部屋というかっていうのがこんな感じです。今からですね、さっきまで隣に公務員の方がいてはったんですけど、その人が今ちょっと散歩出て行ったんで、まあ、今の間にちょっと撮影して、でちょっと今準備したいなと思うので、まあ、これはもう編集は終わったんで、ちょっと髪の毛直していきます。はい、それでは出ていきます。なんかここはですね、在住してるスタッフの人がいてないので、勝手にチェックアウトする感じでチェックアウトしたんですけど、あの後夜に日本人の女の人と男の人2人が入ってきて、別々 で2人ともめちゃくちゃいい感じの人やって、あ、こういうのがゲストハウスの楽しみ方なんやなっていうのを体で感じておりますが、でもその他の人らは結構ゲストハウス泊まるらしいんですけど、どんな感じなんですかって言ったら、やっぱその場所によって全然違いますって言われたんで、まあちょっと一旦、鳥取市内の方に、同じ県でも車で1時間半ぐらいかかるらしいんで、まあ、その鳥取市の方に、まあ、ちょっと向かおうかなと思って、ちょっとぶらぶら向かっていきます。現在が、10時です。いきます。はい、それではですね、あれからちょっと走って、実は島根県の松江っていうところまで来てて、これ後ろが海なんかなんかわからないですが、さっきちょっとちらっともう通っちゃったんですけど、ベタ踏み坂っていうのがなんかあるみたいで、それも視聴者の方から教えていただいてて、でなんかそれってダイハツの CM かなんかで使われてたらしい坂なんですけど、僕全然気づかんままふーっと普通に下っていって、普通に通っちゃったんで、今ちょっと戻ってる次第でございます。わかるかな、もうだいぶ過ぎちゃったんですけどね。あ、若干見えますね。若干見えるんですけど、あれがベタ踏み坂っていう坂みたいです。あー、遠いなー。はい、あ、そうやかって別に特になんてことないんですけど、まあそれ通ってきましたよっていう話です。で、今から松江に行く理由としては、昨日行ったビンゴ屋っていうところの洋服屋さん行ったんですけど、その時にまさかスタンダードカリフォルニアの自分が欲しいと思ってた色の、欲しいと思ってたサイズが、もうもちろん全国でも完売余裕でしてると思ってたら、まさか奇跡的にそこにあって、え、結構穴場ちゃうんすかって言ったら、やっぱ店員さんも穴場って言ってたんで、まあ、そこに今から行こうかなと思いますので、そこで、まあ、T シャツをちょっとゲットしに行こうと思いますので、そこ行ってからまた戻るように鳥取市内に行くっていう、一応今日のプランかなと思いますので、ちょっと今日は運転が多いですが、行きます。はい、それではですね、島根の、初島根に上陸しました。そしてビンゴ屋がこちらです。じゃん。では、今からですね、スタンダードカリフォルニアの T シャツを見に行きたいなと思います。では行ってまいります。はい、それでは行ってきました。無事ですね、 T シャツ購入できました。ビンゴ屋を教えていただいた方、ありがとうございました。もう僕この T シャツ、スタンダードカリフォルニアの T シャツ諦めてたんですけど、無事購入できて、ほんま良かったなと思いますので、ありがとうございます。今からはですね、ちょっと鳥取市の方にまた戻る感じで、ちょっと長いドライブですが鳥取市に行きます。その前にまずセブン入れ寄りましょうかね、奥の。それでアイスコーヒー購入してきたんですけども、ちょっとやっぱ肌寒いですね今日は。まあ、今から鳥取市まで2時間ぐらいかかると思うので、こちら行きたいなと思います。ゆっくり行きます。はい、それではですね、白兎海岸ついて、白いウサギと書いて白兎海岸って言うんですが、なんかもともと神話らしくて、なんかウサギがどうたらこうたらっていう、僕は詳しいことわからないですが、まあ、気になる方は調べてみてください。
こんな感じのめちゃくちゃいいロケーションです。なんかあんまり波が良くないみたいなんで、まあちょっと移動すると思います。あそこに一人サーファーがいてますが、危ないですね。一回ちょっと東浜っていうところの方に移動したいなと思いますので。あれ八戸神社か。じゃあ次は東浜の方に、東浜海岸に行きます。はい、それではですね、結局東浜駅のとこまで来たんですけど、東浜海岸まあ見たんですけど、なんかあんまりバシャバシャして良くないみたいなんで、おー今日は眠たいし、鳥取砂丘をさっと見てなんかホテル探すかなと思いますね。鳥取砂丘に行きます。はい、それではですね、あれからファミリーマート来て、パスタ食べて、今コーヒー飲んで、この後どうしようかぼーっと山見ながら考えてます。鳥取砂丘に行くのか、ホテルに行くのか、はたまた家に帰るのか、ちょっと今悩んでおります。まあ、僕が見てる景色はこんな感じです。この中ではですね、一応オフィスはあったんですけど、まあ、鳥取支店は見つけたんですけど、まあ、ただちょっと狭かったんで、まあ、オフィスとして使うにはちょっと難しいかなと思って、まあちょっと鳥取ではちょっと支店を持つことはできなかったんですけども、まあ、ここでちょっとゆっくり、外を眺めようかなと思います。はい、それではですね、決めました。ここからですね、鳥取砂丘にもし行ったとしても、誰がおっさんの鳥取砂丘の映像みたいねんと思って、あ、やっぱやめようと思って、でなんかもう気分もちょっと乗らんくなってきたから、もう帰ろうかなと思います。綺麗な景色をせめて見せてもらおうと思います。じゃん、こんな感じで。鳥取はやっぱり噂では聞いてましたが、やっぱ海が綺麗で、夏場とかはね、海水浴にはいいんやろうなと思います。またなんか鳥取砂丘とかは、まあ、また嫁蔵とかと来た時に寄れればいいかなと思うので、一応嫁蔵にも明日ぐらいに帰るかなとか言ってたんですけど、まあもう気分的に今日帰ろうかなっていう気分になったので、今日はもう大阪に帰ります。では今から安全運転で帰りましょう。はい、あれからちょっと走って道の駅に来ました。これなんていう道の駅やろ、なんていう道の駅かわからないですけど、なんか道の駅に来てこんな感じです。朝倉山椒ソフトクリーム買っちゃいました。確かにちょっとツンとしますね。これ350円やったんですけど、僕は30円安い320円の普通のソフトクリームの方が良かったかもしれないです。美味しいんですけど、僕あんま変わったの好きじゃなくて、定番のやつが好きなんで、どうかなと思いますが、まあ、これはこれで多分美味しいんじゃないでしょうか。ここは藪市っていうところの道の駅らしいんですけど、嫁蔵にはこれです。これです。それとあと、まあ家用に、ここは山椒塩味みたいなんで、山椒のドレッシングも買いました。現在がですね、6時39分で、無事に家の駐車場に戻ってきました。事故もなく安全に帰ってこれてよかったです。まあ、ちょっと運転疲れたんですけども、運動が待ってるので家に帰りたいなと思います。ですね、1泊2日の旅で、まあ、短かったんですけども、まあ、本前やったら皆さんにこう鳥取砂丘とか、あとまあその日本海でサーフィンして僕が輝いてる姿を見ていただきたかったんですが、まあ、いかんせん、まあ、無理せんと、まあ、自分であんまり微妙やなと思ったらもう帰るっていうのが一番いいかなと思ったので、まあ、今回はお許しください。まあ、今回はもうマンツーマンでの飲みっていうことだったんですけど、案内とかまでしてくれていい旅になりました。で、皆さんも鳥取のおすすめとか教えていただいた方ありがとうございました。めちゃくちゃ参考になって、あれがなかったら多分僕はチェーン店のココイチとかチェーン店のラーメン屋行って帰ってくるだけになっちゃうと思うんですけど、いろいろショップもそうやし、ありがたいなと思います。で、まあ次回はですね、また京都に行きますので、まあ、どういった形で行くとか、まあ、泊まるんかっていうのをまたその時の気分でまた動き出すとは思うので、
まあ、また月1回の、オンラインサロンの飲み会のまず動画も出すと思うので楽しみにしてください。ではですね、この1泊2日鳥取旅見てもらってありがとうございました。We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together.